たり通り過ぎてったあの空気も不思議な怖いに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕